代表者で戦うプレーオフで、2位になると3人でできるプレーオフ、重みが違います。さあイブキテルのエレナ、結構情報がないんで、綺麗ですね、動いてますよ、見たことなかったんですけど、うん、ね。ただ九州やっぱオロナさんとかとやってる、昔やったけどね、さすがにやってないか、いない、意外と慣れてない。でカード的にも、うん、僕近いと思うんですよ。ああ近い近いと思う。いいですよね、うん、いいカード、ここはいいカード。当たりにくいしね、エレナの、エレナにはダットリの技が、うん、さあ、そう、うまい、これはやばい。さすがにネーム詐欺するだけありますね。そうですね。とはいえエセは1ですね、エレナの。あ、これ無敵時間長くて対空も強いし、EX 使いバンバン使えるからね、ありがとうございますよ。いや、いいカニですね、遅らせ。カニコンボ、これでやっていない、精度が高い、これが平畑だったり最大ですね。あ、少しもゲージを貯めたい、投げじゃ安いんで、賢いですね。まあ、アンパイは投げなんですけど、少しも見た感じ相当翻弄してましたからね、わからないです。さあお互いゲージがあるんで、ちょっと、まあ、2本あるダットリーはちょっと有利かな。さあコックで寝かせてからのループ力、確認やってないんすかね、緊張確認完璧でしたけど、僕も驚いてます。まあでも精度命のプレイヤーだったんで、やっぱり生きている昔のやり込みが。さあ二人目でエギーユレミ、一応捕まえるまでは打倒側も辛いんじゃないかなと思います。捕まえてしまえば楽勝ですけど、まあね、火力差は、はい、飛び低いんで置き技に引っかかるっていうのが、そうですね、これよくね、帝でよく見るカードなんですけど、しかしダットリは伸び伸びと攻めれます。まあ先方だからやりやすいっすよね。そうですね、ゴリゴリいきますね。リターン差も相まって、もうその大きさからこれでスタンチパンパン、ゲージもめっちゃ回収、これはきつい。とはいえしかし AA さんも、うん、ゆっくりやればじっくりじっくり行って緊張。カニ読んでた。レミは画面足強いですからね。そう、画面足は強い。ちゃんと画面足キープしてる。しっかり投げる方向間違わないっていうのは偉いですからね。緊張。あ、やっぱやってないですかね。やっぱやってないですかね。レミが果敢に、そう、これを逃がしちゃうと辛い。あ、ちゃんと偉い、拾いましたね。行くと、ただレミもゲージあるからまだわかんねえと思う。しっかりマージか、しっかりしている。あれやってますよね。あれ今のやってないんです。あれやってないんですか、はい、あれは今のやってるような気がするんだけどな。さすがエボス選手だけありますね。さあ太陽風平、相当な力がないとエボのシングルで優勝するなんてことはできないですから。確かにシングルで勝ってますからね。受けられない戦いほど力を発揮しますね。さあこのチューンにもね、すごい強くなったんで、白黒の弟子です。なるほど。さあどこまで教え込めているか。寒いプレイに定用のある沖縄ダットリいないと思われがちなんですけど、サブキャラのダットリがクソ強いのが2人いるんですよ。デルンと白黒のダットリっていうのはとんでもないく強いんで、あれくらい来てれば。さあ順にゲージない、見えません。ノリノリですね。これがダットリの強み。しかし捕まらない強さを持っているチュンリーと、捕まえたら殺せる力があるダットリー、あの距離のダート前ぶりですか。いいですね。こうなると飛びたくなくなるんですよね、ダットリー。地上の強いチュンリーがそれを追い払うと、このカード。しかし5パン落とし、しっかり固め、中継固め、ナイスガードです。うん、やっぱりあこれは白黒の遺伝子ありますね。今のちょっと見え方が、あ、闇ですね。チュンリーで寒いを実行するのがどれだけ難しいかっていう。あ、そうなの。チュンリー擁護派なんで。
って。アホ、普通に寒い寒いって言うてる。寒かったら寒いって言うよ。そういうキャラです。ミスると、チュンリ強いって言われてますけど、うん、ミスると負けちゃうんで、うん、大会の緊張感で寒くやるっていうのは、うん、わさびさん、なんか顔がどうしたのか、ステッキ否定ますか、まさか。全員否定じゃないの？みんな否定だろ、これ。お、ゲージ入ってたもん。さあ、さあダドのゲージがない。どうする、センサーギットビーからのバラを投げない、何をすると思った、うん、隠し玉がありましたね。